のつく読み、追いすがる糸毛のつく読み。ナイツオブラウンド、わずかに制したか、判定をお待ちください。サーケンカノン、犬のエコー、2頭が並んで合流。おはこんばんちは、糸毛です。第2回糸毛記念開幕いたします。今回は全国から15頭の名馬たちが集まってくれました。本当にありがとうございます。それでは本馬場入場から見ていきましょう。アレイズメンタル、ボークファーム、8番人気。ヘラクレス、グリグリファーム、5番人気。第1回の3位牧場、雪辱なるか。エブレイズセルダム、超名馬の牧場、15番人気。キューブライアン、俺の牧場、1番人気。ガオガイガー、ガイガーファーム、9番人気。ティムノファイヤー、アシロビ牧場、4番人気。第1回の覇者牧場として2連覇なるか、注目です。ノジタランナー、ポンポン牧場、12番人気。第1回の同率3位牧場、今回も安定した走りで見せるか。オットオブアトム、アトムファーム、14番人気。ミストチュール、デジタルファーム、11番人気。橋本環奈、ラシンファーム、10番人気。サーケンヘモン、タツト牧場、3番人気。第1回の準優勝牧場、虎視眈々とトップを狙う。七類、竹の牧場、13番人気。カカカカバー、ママハゲファーム、7番人気。スーパーウィンボ、ナビスカ牧場、6番人気。糸毛のつく読み、糸毛牧場、2番人気。印はこんな感じとなりました。人気どころでは1番人気キューブライアンが人気と根性で20マル、気象はカカカカバーが20マルを奪取、展開力は先行馬ミストチュールが取りました。総合力では糸毛のつく読みが20マル、敗北を知りたい。全体的にはやはり1番人気のキューブライアンの安定感が目立ちます。サーケンカノン、糸毛のつく読み、ティムノファイヤーあたりが印が厚いか。勝負根性と総合力が高いヘラクレスにも注目したいところ。今回の第2回糸毛記念は3回勝負のポイント制を採用しています。1着が10ポイント、2着が7ポイント、3着が5ポイント、4着が3ポイント、5着が1ポイント。3回走って獲得したポイントの合計を競い、最もポイントを獲得した馬が第2回糸毛記念優勝とさせていただきます。それでは第2回糸毛記念第1レースのスタートです。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、左右力を押して1番アレイズメンタル、
11番ニムノファイヤー譲りません。14番チャーケンゼノン先頭に入れ替わります。10番ナオガイが好位をキープ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて4番シシルイ、2番スーパーウィンド、7番エブレイズセルダム、この辺りが中段。15番カカカカラー、1番人気12番キューブライアン、この位置。これを見るように内側6番糸毛のつく読み、外を抑えて9番ヘラクレス、これから向こう上面に入ります。少し差が開いて8番ノジカランナー、外から13番橋本環奈、少し差が開いて5番ミストチュール。 1000m の通過タイムは1分0秒5。3番オクトーブアトム後方、先頭から最後方まで10馬身以上。先頭はチャーケンゼノン、さらに11番イムノファイヤー、10番ナオガイが好位をキープ。3馬身相手1番アレイズメンタル、その外4番シシルイ、7番エブレイズセルダム、2番スーパーウィンド、この辺りが中段。1番人気12番ヒューブライアン、この位置。15頭大ケヤキの向こうを通過、外から上がるのはカカカカラー、内側6番糸毛のつく読み、外を抑えて9番ヘラクレス。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。先頭チャーケンゼノン、400を切って先頭チャーケンゼノン、そしてナオガイガー、ナオガイガー突っ込んでくる。ナオガイガーわずかに先頭か、食い下がるナオガイガー。ヒューブライアンまだ動かない。イムノファイヤー伸び足がいい。イムノファイヤーこのまま押し切れるか。イムノファイヤー先頭、イムノファイヤー先頭でゴール。勝ったのはイムノファイヤー、鞍上は海老名正義騎手。イムノファイヤーブリーダーズカップを制しました。2着ナオガイガー、3着シシルイ。直線見事に抜け出したイムノファイヤーが強い競馬で勝ちました。2着はナオガイガー、3着シシルイ、4着糸毛のつく読み、5着アレイズメンタル。ここまでがポイント獲得馬となります。人気どころのキューブライアン、チャーケンゼノンは馬群から抜け出すことができなかったか。現在の順位は着順通りとなります。それでは第2戦行ってみましょう。印は同じなので枠順はこんな感じです。先行馬が2頭内側に行ってしまいました。これがどう影響するか。それではスタートです。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレースブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、8番チャーケンゼノンすっと前につけました。2番手13番アレイズメンタル、12番キューブライアン好位をキープ。内側10番イムノファイヤー、それから6番シシルイ。各馬1コーナーを目指します。1馬身相手7番糸毛のつく読み、5番カカカカラー、この辺りが中段。1番橋本環奈、1馬身相手15番ナオガイガー、そのうち3番スーパーウィンド、外を抑えて9番エブレイズセルダム。これを見るように外側11番ヘラクレス、これから向こう上面に入ります。続きまして14番ノジカランナー、これを見るように内側2番ゴッドオブアトム、4番ミストチュール後方。 1000m の通過タイムは59秒5。ここから先頭までは10馬身以上。もう一度先頭から。先頭は変わらずチャーケンゼノン、後ろに13番アレイズメンタル、12番ヒューブライアン好位をキープ。内側10番イムノファイヤー、少し差が開いて6番シシルイ、後ろに7番糸毛のつく読み、1番橋本環奈、この辺りが中段。続きまして5番カカカカラー、各馬大ケヤキの向こうを通過。外を抑えて15番ナオガイガー、1番人気ヒューブライアン、現在3番手。内抑えて3番スーパーウィンド。4コーナーから直線へと向きます。
ここから最後の直線勝負。後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭チャーケンゼノン、そしてアレイズメンタル。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はイムノファイヤー。ここからが勝負どころ。 200m を通過した。先頭が変わった。ウトゲのつくように頑張っている。ノジカランナー追い上げてきた。ノジカランナーまとめてかわした。ノジカランナー差し切ってゴール。勝ったのはノジカランナー。鞍上は横山典弘騎手。ノジカランナーブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ナオガイマ、3着ウトゲのつくように。最後の直線、残り 200m で、私は糸毛のつくよにも勝ちを確信しました。が、失速。中盤から足を溜めていた、ノジカランナーがすごい末足を見せ、見事に1着。1戦目の2着に入った、ガオガイガーが安定感を見せ、2戦連続2着と健闘。失速しながらも、なんとか踏ん張った糸毛のつくよにが3着、一番人気の意地を見せたヒューブライアンが4着、5着にヘラクレスと続きます。2戦目を終えた時点でのポイントはこちら。1着はないものの、安定した走りで14ポイントを獲得したガオガイガーがトップ。その次にレースの勝者ギムノファイヤーとノジカランナーが10ポイントで同率2位をキープ。4位に意外と健闘している糸毛のつくよに、5位に第1レースで3着に入ったシシルイ、一番人気キューブライアンが圏外から上位を狙っています。最終レース、出走表はこんな感じ。まだポイント獲得ができていない、エルレイズセブダム、オットオブアトム、ミストチュール、橋本環奈、チャーケンヘノン、タタタタバー、スーパーウィンドには、意地を見せてほしいところ。それでは、第2回糸毛記念、最終レース、スタートです。全国各地から名馬たちが集まりました。先日初雪を観測した東京競馬場、栄冠を手にするのやられた。第2回糸毛記念スタートです。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。1番ヒューブライアンペースを作ります。13番アレイズメンタル先頭に入れ替わります。9番スーパーウィンド先頭に入れ替わります。その後は11番チャーケンゼノン、5番イムノファイヤー好位をキープ。各馬1コーナーを目指します。1馬身相手、6番橋本環奈、3番エブレイズセルダム、内抑えて2番カタカカラー、続きまして10番シシルイ、内から7番糸毛のつくよみ、12番ヘラクレス、続きまして14番ナオガイガー。2コーナーを抜けて向こう正面、少し差が開いて4番ノジカランナー、後ろに15番ミストチュール、最後方は8番ゴッドオブアトム。 1000m の通過タイムは1分0秒015頭、各馬一段となっています。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭変わってスーパーウィンド、後ろに11番チャーケンゼノン、5番イムノファイヤー好位をキープ、続きまして13番アレイズメンタル、1馬身相手6番橋本環奈、1番人気1番ヒューブライアン、この位置からの競馬、3番エブレイズセルダム、この辺りが中段。15頭大欅の向こうを通過、内抑えて2番カカカカラー、その外12番ヘラクレス、内から10番シシルイ、続きまして14番ナオガイガー。長い府中の直線 500m に入ります。ここから最後の直線勝負。後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭スーパーウィンド、そしてチャーケンゼノン。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はアレイズメンタル。あと200、先頭が変わった。橋本環奈伸び足がいい。2番手ヘラクレス差を詰める。先頭が変わった。ヘラクレス差し切ってゴール。勝ったのはヘラクレス。鞍上は石橋周騎手。ヘラクレスブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着橋本環奈、3着は接戦となりました。
終始中盤の底目で足を溜めていたヘバクですが、最後の直線で先頭に立ち一着でゴール。残り 200m から粘り強い足を見せた橋本環奈が2着、3着以下は混戦で、ハナ差制したのが七部位ティムのファイヤー、アレイズメンタルの順で入線。現在ポイントトップのガオガイバーと第2戦の覇者ノジカランナーがまさかの着外と大波乱。ちなみにラダ、糸毛のつく読みは馬群に押しつぶされ無惨な姿で見つかりました。ということでこの結果を踏まえて最終的なポイントがこちら。第2回糸毛記念の覇者は勝ちはなかったものの2着2回でポイントを獲得し、粘り切ったガオガイバーボーンライバーターンとなります。おめでとうございます。2位に第1レースを制し、最終レースでも4着に入線したティムのファイヤー、足の義母上、最後花咲かっていれば逆転1位という大波乱な展開でした。3位に第2レース5着で最終レースを制したヘバクレスグリグリファーム、4位は同率となり第2レースの覇者ノジカランナーポンポン牧場、第1レースと最終レースで3着に入線した七部位竹の牧場となります。6位以下は糸毛のつく読み、糸毛牧場、橋本環奈、ラシンファーム、キューブライアン、オレの牧場、アレイズメンタル、ポークファームの順でポイントを獲得しています。今回ポイントを獲得できなかったエルレイズセグラム、超名馬の牧場、オットオブアトム、アトムファーム、ミストチュール、デジタルファーム、チャーケンヘノン、タツト牧場、タタタタバー、ナマハゲファーム、スーパーウインド、ダリスカ牧場、皆さんご参加いただきありがとうございました。次回はぜひリベンジを願っていただきたいと思います。それではこれにて第2回糸毛記念は閉幕となります。楽しんでもらえましたでしょうか。今回の動画が面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた抱く真夜中に大きな月が